日本神は、ジュリアン・ジェインズによる人間の心の仮説である。1976年の著作、神々の沈黙から意識の誕生と文明の攻防、により提唱された古代人の意識についての仮説である。ジュリアン・ジェインズは、人の意識の起源の研究を進めるにつれ、意識は言葉に深く根ざしているため、人が言語能力を持たない段階では意識はなかったことに気づいた。 さらに、言語を得得した後の段階の考察を、西洋古典学、神話学、考古学、心理学を駆使して進め、意識の起源は意外に新しく、今から約3000年前に生成したと結論するに至った。それ以前の人間は意識の代わりに二分心を持つことにより、社会生活を成り立たせていたという。ジェインズは古代人の心は神々の声を出していた部分と、 現代で有意識している心とに分かれていたと考えた。偶像や神託霊媒などの外白な例を駆使して、かつては危機解決の役を果たしていた神の声が徐々に衰退していった様を分析した。現代では統合失調症にその痕跡をとどめているに過ぎないと述べる。二分新時代の人間を描写した代表的な文献はイーリアスである。 意識時代の現代においては日本身はほぼ消滅しているが、幻聴等の症状の減少が日本心によるものだと、される。端末に近い部分では、さらに深く、ジェインズは踏み込み、真実という概念そのものが、大昔の確実性に対して誰もが抱く根深い、ノスタルジアの一部なのではないかとも示唆する。ありがとうございます。